それでは定刻になりましたので、これより、開始をしたいと思います。今日は雪も降りましてですね、いよいよ冬本番になりましたけれど、ご案内申し上げたところ多くの方々にご参集いただきましてありがとうございます。映画が終わるのは大体映画が1時間半くらいですから、皆さん楽しみにしていただきたいと思いますが、今日最初に私自己紹介を申し上げますが、2013年にですね、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、このエネルギーの形ってどうなるんだというのを実は、大変思い知りました。原発で安全安心だというふうに言われてた原発が次から次とメルトダウンをしてですね、最後実は本当に運が良かったというふうなところで、決定的なことにならずに、ここまで来て、もし時最後の原発が使用済みになる予防も含めたものが事故を起こしてしまったら、この会津もですね、高レベルの放射能、高レベルというか高濃度の放射線に汚染されて山もダメ、川もダメで、空間線量も高いということだと、もうここに住んでいられないと、ここから、要するに飯舘村がもうそう、浪江なんかもそうですけど、全村避難ということで、ここから出て行きなさいと。で、おそらく高濃度の放射能に汚染されてしまったら、ここの長い会津の歴史から何から全てが終わってしまうというふうなことです。私たちも類々と先人たちから、ここで豊かなところだから大事に守って次につないでいきなさいと、こういうふうに言われてきた、それがもう本当に終わる寸前だったっていうことですね。その時に放射能原子力発電所って一体何だったんだと、絶対壊れないはずだったんですが、いともたやすく電源喪失でメルトダウンしてしまって、いとも簡単にああいう状況になってしまったということです。それ以降、会津電力という会社を作って、自然エネルギーでもう回すんだと、会津はご存じのように豊かな水がある、川もある、湖もある。そういうところで水力だけでも十分にここは私たちは依存しなくても自分たちの電気でやっていける、そういうことを考えたときにほとんどがもうやっぱり地元の電気って私たち今電力会社から買ってるんですよね。本来自分のところで作った自分たちで使える、私たち水道事業喜多方市なんかですと、もどの町も村もそうですよね、自分たちの安全安心の水を持ってそれを自分たちで使っていると、これ自治体がやってます。それと同じようなことができるのに、なんで私たちは奪われてしまってたのかってこんなこと考えて、よしそれならば自分たちでまず自然エネルギー作ろうと。当時チェルノブイリ事故で実は大きなその反省があったんだけど、それをその日本は見過ごしてきたんですよね。でヨーロッパに勉強に行きました。ここにいる飯田さんをはじめ、ドイツやデンマークやオーストリアや行くと、もうチェルノブイリの事故の時に全部こう転換が始まってた。で行ってみると、発電っていうのはそんなに難しくない、自分たちでもできるんだということで、じゃあ会津電力作って自分たちでやろうとこう始まったわけです。そしてそれから、2013年からた来て、今太陽光や小水力やで風力、それからそのバイオマス等々、今いろんなものを地域の資源を利用してやろうということで、合わせて今度は自分たちの電気も皆さんで作ったらそれを皆さんに利用してもらおうということで、会津エナジーという電力会社を立ち上げました。後で、お話しいただきますが、地元の政協の、理事長が、英断をしていたりですね、もう今航空会津では会津エナジーの自然エネルギー比率の 85% ぐらいだという、そのくらいの天気を買ってます。このところで聞きました。で今日はやはり原発を今こういう時期の中でまた不穏な動きがあってですね、あれだけひどい目にあって、またこの日本で原発をっていう流れが出てきました。ちょっとおかしいなと思いつついたところ、実は樋口
裁判長が原発を止めたということで一つの映画が出来上がりました。そして各地の原発を、その止める、差し止めさせるという弁護士で、またその、この国の形にですね、大いに物を申されている加害監督、弁護士さん、それから飯田さんということでお集まりいただいて、今日はこんなビッグなイベントが座談会ができることになりました。で、私の話よりも今日は皆さんのお話をいただきたいと思いますので、まずは樋口秀明裁判長からこのことに至る経過、今の思いをですね、ちょっと20分ほどお話をいただいて、それから座談会を進めたいと思ってますので、では樋口さん、よろしくお願いいたします。元裁判官の樋口です。皆さんご存知かどうかは分からないんですが、裁判官という仕事はですね、人の話を聞く仕事と書く仕事なんですね。だから喋るのすごく苦手なんですよ。だからこういう会話経験重ねてるんですが、やっぱりね、最初に掴む話っていうのが必要なんです。掴みの話で、最近は何の話をしているかというと、大谷翔平選手の話をしているんですね。で、大谷翔平選手は、今年も大活躍でね、大リーグで初めてですね、日本のプロ野球も初めてなんだけど、規定打席に対して、規定投球回数に対した、もう初めての選手なんですね。でも大リーグの歴史っていうのは、100年超えてます。多分彼より才能がある人がいたはずなんです。だけど彼のような業績は残せなかった。彼の座右の銘はですね、先入観、思い込みですね。思い込みは可能を不可能にするという言葉なんですね。それはもう彼自身の言葉じゃなくて、佐々木監督から受け継いだ言葉なんですが、高校野球の時の佐々木監督も、日本ハムの栗山監督も、二刀流はプロ野球では無理だという先入観を持たなかったんですね。だから彼の成長、活躍が今見れることができるんです。どう結びつくと思われます？私は今から20分余りで原発の話と地震の話と裁判の話をします。20分ではとてもわからないだろうという先入観を持った途端に、私の話は頭に入ってこなくなります。原発の話、すごく簡単な話なんです。原発の本質さえ分かっておれば、ほとんどの問題は解決します。どう考えたらいいのか、原発の本質が分かっているかどうかです。原発の本質は2つだけです。大事なのは2つだけ。1つは人が管理し続けなければいけないということです。原発は水と電気を与え続けて原子炉を冷やし続けない限り大事故になります。要するに人が管理し続けるということです。だから火力発電所とどこが違うのかというと、何かあった時に火力発電所は火を止めればいいだけです。ほとんどの技術はそうです。自動車だってそうですし、家電だってそうです。何かあったらコンセント抜けばしまいです。エンジン切ればしまいです。でも原発は管理し続けなきゃいけない。これ一見その火力発電所とかね、怖そうに見えるけど、別にあれはいわば頑丈な檻の中に入れられたライオンです。怖そうに見えるものもそうなんです。要するに人が餌と水を与え
続ける限り生きてるんですけれども、与えなくなると管理しなくなると死んじゃうわけです。だけど原発だけはそうじゃない。これは人が自ら電気を与えなく与え続けないと檻を破って暴れ出します。そのもういわばゴジラのような存在です。一旦檻を破って暴れ出したら誰にも止められない。日本の国を滅ぼすかもしれない。この二つだけです。管理し続けなければいけないということと、管理をし損なうと暴れ出して誰にも止められなくなって日本の国さえ滅ぼしかねない。これが原発の本質です。ほとんどの問題はこれで見当がつきます。どのような問題でも見当がつきます。だから原発の問題は何の問題かと言われると、エネルギー問題でもあるし環境問題でもある。しかしその本質はどこに一番軸足を置いているかというと、実は国防問題なんです。国を守るという問題です。短期間の間に国を滅ぼしうるのは戦争と原発だけです。だから基本的に国防問題なんです。今ウクライナをロシアが侵攻したことで、ウラン燃料じゃなくて天然ガスが値上がりしてる。天然ガス、まあ確かに それはそれで大事なことだけど、あそこで一番ウランウクライナが紛争で一番問題なのは、ロシアがザポリージャ原発を攻撃したということです。占領しちゃったということです。もし砲弾が原子炉に当たった、あるいはさっき言ったように電気施設に当たった、配電や配管のが壊れても、世界第二の大きさのあの原発が核事故を起こせばヨーロッパ壊滅だと、ゼレンスキー大統領は言ってるんです。別に私は大げさなことだとは思ってません。政治的な発言だとは思ってません。事実だろうと思ってます。ちなみに世界第一は柏崎刈羽原発で、日本海沿い、新潟県に北朝鮮に向けて存在しています。このようなヨーロッパ壊滅の話と天然ガスの値上がりの話を同列に論じるんですかっていう、それは許されないでしょう。で、50数基もね、海岸沿いに原発並べといて、で敵基地攻撃能力って滑稽ですよ、本当に。いや、敵基地防衛は大事ですよ、防衛大事だけど守りを固めるのが一番大事でしょ。それはその敵テロリストとか、それから仮想敵国が我が国の原発を狙わない。今の保守政治家はね、いわゆる保守政治家、私本当の保守政治家はほとんどいないと思ってるんだけど、本当その保守政治家たちはね、仮想敵国とかテロリストは我が国の原発を狙わないというテロリストたちに対する強い信頼感を持ってるみたいなんですね。これは一体何なのかって。だから原発やめることが防衛の第一歩です。そこから始まらないと仕方がない。だからほとんどの問題は
世間で騒がれている原発関係の問題はほとんど原発の本質が分かっとれば解決できる問題なんです。容易に答えが出る問題です。今40年ルールを外そうとしています。要するに原発は40年来たら原則寿命だ。これ許されないんですよ。なぜ許されないかというと、原発の本質から出てくる結論、例えばね、火力発電所、まあ、寿命が来て要するに壊れて使えなくなるまでやりましょうと、使いましょうと。家電でもね、自動車でも火力発電所でも寿命が来て要するに使い潰すという選択肢は経済的にあり得るんです。でも原発だけはそうじゃない。なぜそうじゃないかというと、原発はさっき言ったように管理し続けないといけない。あ、壊れましたってコンセント抜くわけにいかない。だから老朽原発は何に似てるかというと、老朽飛行機に似てるんですよ。管理し続けなきゃいけない。45年前の飛行機に誰か乗りたいと思いますか？45年前の飛行機を操縦してたら燃料漏れが生じました。火力発電所だったら簡単ですね、止めればいいんです。飛行機運転してるとき燃料漏れが生じました、じゃあエンジン止めましょうっていうわけにいかないでしょ。近くの飛行場までなんとか行ってそこで緊急着陸しなきゃいけないんですよ。で、近くの飛行場まで行って緊急着陸しようとしたら高度計が壊れていましたと。そこで目測で着陸しようとしたんだけど、その時車輪が出ないことに気づきましたという、こういう想定外のことが次々に起こるというのが老朽化するということなんです。だから40年過ぎた原発は許されないわけです。あれ、ほとんどの問題はこれで解決がするんです。日本の防衛問題も災害対策も原発の問題を真正面に据えないで、原発の問題を脇に置いといた防衛議論も防災議論も全て空理空論です。原発の本質が分かってください。そして暴れ出したら止められない。とんでもない。我が国を滅ぼしかねない。で、こういう話をするとね、多くの人がどういうふうに思うかというと、それだけの被害が、それだけの被害をもたらすものなら、それなりには安全だろうな、それなりには事故発生確率は低いだろうなと思っちゃうんですよ。これは無理もないんですね。危険性っていう意味は2つの意味があって、1つは事故発生確率が高いという意味です。もう1つは被害が大きいという意味です。例えばお母さんが子供にね、そこの交差点見通しが悪くて危険だから気をつけてねと言った場合、見通しが悪いから事故発生確率が高いという意味なんです。で、お母さんが子供にね、自転車で行くんだったら危ないからヘルメットかぶってねって言ったときは、ヘルメットかぶってもかぶらなくても事故発生確率変わらない。どこが違うかというと、お母さんは子供が頭を打って大怪我すること、被害が大きいことを心配しているんです。それを危険と言ってるんです。で、世の中のものは全てそうです。全て被害が大きければ事故発生確率が低いんですよ。例えば新幹線、そうでしょ、新幹線は
大型トラックと衝突して脱線転覆すると大惨事になるから踏切自体をなくしてるんです。そういうふうに、例えば飛行機でもね、大型旅客機とセスナ機とで操縦する資格も違うし安全性も違う。で世の中の全部そうだからね。自然界だってそうですよ。あの一番危ないのは巨大隕石なんだけど、巨大隕石はめったにない。だからことごとく最後に被害が大きければ事故発生確率低いっていう先入観を多くの人が持っちゃうんですね。ある意味それは分かるんですよ。正当な、普通はそうなんです。普通はそうなんですけど、これだけは例外じゃないか、原発だけは例外じゃないかというのが、まあ、映画の中身なんですね。だからこれは皆さんで考えてほしい問題だと思います。やっぱり原発っていうのは国策なんですね。国策である以上、その原発擁護の話、例えば原発は安定した電力である、太陽光には限度がある、原発は硬い岩盤の上に立っている、硬い岩盤は柔らかい地面に比べて揺れが小さい、これら何十何百という嘘をね、もう公然と平然と継続的に大量に流し続けてます。だから我々のできることは毅然と継続的に、地道ではあるけれども本当の情報を伝え続けるしかないと思っています。私は原発の危険性を知ってしまった以上、これを皆さんに伝えるというのが自分の役割だと思って、裁判官としては異例中の異例ですが、そういうことをやっています。原発の政府が流すということは全部嘘なんですね。これは私の書いた本なんですよ。本当に全部嘘であるということがこの中身に書いてあります。最後にこの私の本の最後の部分だけ読みたいと思います。自分の責任が分かっている人は分かっていない人よりはるかに幸せだと思います。私は自分の責任がどこにあるか分かっていて、その責任を果たせた幸せな裁判官生活を送ることができたと思っていますが、それで自分の責任が終わったとは思っていません。無知は罪、無口はもっと罪という言葉があります。裁判官が原発の差し止め訴訟を担当しながら原発の危険性を知らないことの罪は重いと思います。そして原発の危険性を知ったのにそれを告げないことはさらに重い罪になると思います。私は原発の本当の危険性を知ってしまった以上、それを皆さんにお伝えするのが自分の責任だと思っています。そしてこの本を読んでしまった皆さんにも責任が生じます。自ら考えて自分ができることを実行していただきたいのです。原発に対して中立的であったり原発のことをよく知らなかった人の中にはこの本を読んでショックを受けられた方もいると思います。でも原発のことを知らなかった方が良かったとは思わないでください。少なくとも原子力行政においては知らしむべからずは政府の一貫した方針です。ですから私たちは原発のことを知ることから始めなければなりません。知ることによって初めて考えることができ、考えることによって初めて道を選択することができるんだと思います。とりあえず私の話は以上です。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
それで飯田哲也さんは環境エネルギー政策上ということで、私ども再生可能エネルギーやるときの非常にリーダーとしてですね、さまざまなことを学び、またヨーロッパの方にも連れてってもらって、目の前でもう変化が起きてるんだということを教えていただきました。もともとは原発の仕事をされてて、使用済みのその 高レベル放射能に汚染されたものを乾式貯蔵ということで、その次世代に送ってその減衰期間を待つっていうようなことを発明された方なんですが、まあ今使用済みの燃料分をどこに収めるのか、それから今回の事故の高レベルのものをどこに収める、つまりマンションのないトイレっていうまま、なんとかなるだろう、次世代がなんとかしてくれるだろうということで言ってるわけですが、そのことを含めてちょっと飯田さんから一言お話しいただければと思います。はい、次は河合先生に行こうかと思って油断してましたけど、はい、そうですね、私はこの高段の自然エネルギーのことを後で、まあ、ちょっとお話をしたいんですけれども、原発の特にその、トイレのないマンションの、お尻の方ですね、確かに私が原子力をやっていた時代の本業で、私が最後にやった仕事が福島第一原発に津波を浴びた乾式貯蔵キャスクで、それだけは無事だったんですけど、津波を浴びても停電になっても、ちゃんと中の核のゴミを保全できるという、その技術だったわけですが、しかし、なんていうかですね、もう本当に、改めて振り返ると、日本はその福島原発事故の前からその特に核のゴミ関係はもう完全にデタラメだったんですけど、というのは、日本で生まれた核のゴミをフランスとイギリスに送って、とりあえず目の前からなくなればなんとかなるということで、大きな船ですね、再処理工場に送って、で結局そこから再処理した後の、ゴミが戻ってきます。そもそも再処理そのものが全く無目的というか意味がないのに、今度は青森県の6カ所で、もう高速増殖炉ができる見通しもないのに再処理工場だけを未だに作ろうとして、効果不効果できてなくて、できたら逆に大変でですね、全く無駄なプルトニウムができてしまうし、もう安楽もささくとやめなきゃいけないんですが、という、他にももう山ほどデタラメがある上に福島原発事故が起きちゃったわけですね。で、福島原発事故 のただでさえ放射性廃棄物をどうするかっていうのがデタラメだったこの国で、そこに、福島原発事故でそれこそ除染ゴミという、ここをどこに持っていくのかということは、福島県内の除染ゴミもそうですし、県外のいろんな東京都も横浜もあるんですけど、そこで出ているゴミの行き場がないということと、今一生懸命デブリを取り出そうとしてますが、じゃあそれを取り出してどこに持っていくのかということも全く、見通しが立たない中で、本当に、あと汚染水の話がありますよね。こうデタラメにデタラメを重ねている中で、そこを全部大かぶりをして、岸田さんがGX 会議で先ほど の、火事場泥棒的に燃料価格、エネルギー価格が上がって、しかも電気が足りないから原発を再稼働して新増設して新型炉を作って、しかも寿命はもうほぼ無制限に延長するという、もうデタラメ極まりないことをやろうとしてるっていう、デタラメの惨状のようなですね、今この国の政府を抱いている中で、
本当に、まあ、今の樋口さんのお言葉ですけども、まあ、本当にここまでひどくなったのかっていう感じですね。この国の政府がやろうとしていることということを、やっぱり我々はこう一つ一つ事実と本来やるべきことを見つめながらですね、それを行動するし発言する必要が本当にあるんじゃないかなというふうに、まあ、思います。まあ、こんなデタラメな時代がいつまでも続くとは思えないし、続かせてはいけないので、まあ、今日もこの取り組みはそのささやかな一歩だと思いますし、その映画もですね、それを皆さん知っていただく一歩だと思うんですが、こういう取り組みを進めながら、デタラメかける惨状のようなこの国の、原子力の特に核のゴミから見えてくるデタラメをですね、もう一回正しく、戻していく必要があるんじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。河合さんは何て言いますか、私らはもう白馬にまたがった正義の使者って感じなんですね。で、今黒い馬にまたがった悪魔が来てみんなを潰しにかかってる。でも河合弁護士さんはもうとにかく今原発はとにかく回すなと止める。だからいろんな訴訟をあちこちを今仮に差し止めしてるっていうことなんです。で、やっぱりもし河合さんのような人がいないと、もうズブズブにもういいように回ってしまうんじゃないかなと思うんですが、今日は忙しい中、河合先生もおいでいただいて、一つよろしくお話をお願いします。河合でございます。映画監督の河合でございます。今日これから皆さんが見ていただく映画は、原発を止めた裁判長、そして原発を止める農家たちという映画なんです。で、僕はこの映画を作ろうと思った理由を申し上げますね。樋口さんは福井地裁の裁判長としてね、大井原発の差し止めの判決を出し、それから高浜原発の差し止めの仮処分を出した、その福島原発事故以後初めての裁判長なんです。で、裁判長、その後定年退官されて、で、どうされるのかなと思ったらですね、実は河合さんちょっと話があるって言って僕のところに手紙が来た。で、僕はその尊敬する樋口裁判長から手紙いただいたんで、胸をときめかせて開いたらですね、河合さん会いたい。で、僕は喜んで会いました。どうしたんですかって言ったら、私は原発、裁判を通じて原発がいかに危険かということがよく分かった。で、自分の残りの人生を日本から原発を全部なくすことに、使いたい。河合さん協力しろ、こうおっしゃった。で、あ、これはいい仲間ができた。じゃあ弁護士になって一緒に弁護団に入って戦いましょうよって言ったら、いや、それはダメだと。弁護士にはならないと。弁護士になると親類や仲間から友達から民事事件なの何だの頼まれて忙しくなると。そうすると一番やらなければいけない仕事の原発をなくす仕事の妨げになるから弁護士にはならないと。で、しかも弁護士になると、所詮あいつはああいうやつだったんだって裁判官仲間や、敵から言われて、自分が出した判決の値打ちが下がる。だから俺は弁護士にはならないと。だけど原発の反対はするんだと、こうおっしゃった。で、じゃあ樋口さん、僕ら弁護士の弁護士になってください。英語で言うとね、ロイヤーズロイヤーって言うんですよ、ね。弁護士にいろんな法律的な指導をする弁護士、それになってくださいって言ったら、いいよっていうことで、僕と樋口さんの二人三脚は始まりました。で、樋口さんの理論というのは、今日、さっきはそのことに触れなかったけど、これからの映画、皆さんのこれから見る映画の中で、樋口理論が説明があると、もう
ある意味では簡単なんです。日本は地震大国だと。で、原発は非常に地震に弱い。で、基準地震度って言って、が決められている、その基準地震度を超える地震なんかいくらでも来るし、来てるんだよと。だから日本の原発って世界に冠たる一番危険なものなんだと。だからこんなもんやめなさいっていうね、もう極めて分かりやすい理論なんです。で、それを今日、まあ、皆さんこれから 見るわけですが、そういう映画なんで、もっと言えば、例えば、三井ホームのハウスメーカーのハウスなんかよりも耐震性ずっと弱いんだよというような分かりやすい話がどんどん出てきます。だから原発裁判とか原発の問題というと非常に高度な科学的知識がないとね、分かんないんじゃないかとほとんどの人は思ってるんですけど、そんな問題じゃない、常識で分かるんだというのが樋口理論の最も根本であり最も優れたところなんです。で、僕はもう樋口さんに続婚惚れ込んでですね、この人とね、日本の原発をなくす運動しようと思って、いるわけですけど、もう一つ樋口さんが言った面白いことで、日本の裁判官には三重苦ってのがあるんだと。三重苦って何ですか。まず第一が文系であること、それから第二が転勤、3年で原則転勤すること、それから非常に忙しいこと。だから文系だからね、あれなんですよ、その難しい科学論争をしたってね、本当は実はよく分かんねえんだよって裁判官が言うんだからね。あ、そうなのか、ね、それから3年で転勤だから、そんなに難しい議論されたって、高度な科学議論されたって困るんだよ。それから超忙しいから、そればっかりに関わってるわけじゃなくて、借地借家の事件とか貸金の裁判とかいろんなのもやんなきゃいけない、そのうちの一つとしてやるわけだから、全力を全部全精力を全時間を注げるわけにいかないから、そんな高度な科学的議論されたって困るんだよ。裁判官は三重苦抱えてんだから、中学生でも分かるような常識的な議論でやってくんなきゃダメなんだよっていうことを言った。で、僕らはね、裁判官ってものすごく頭良くて聖人君子でね、どんな難しい議論をやっても見通して正しい判断をくれるという前提ですごい科学論争を僕らやってたわけですよ。だけどね、昨日まで裁判長をやってた人にそんな難しいことを言われたって分かんねえよって言われるとね、あれやーと思ったで、あ、なるほど、そうなんだ、裁判官も人間で僕らと同じレベルの人間なんだと、それなら分かりやすい議論をしようっていうことで、僕は目から鱗が落ちてそういう運動をして、で、この樋口理論を広めるにはどうしたらいいか、あ、映画って思いついた。なんせ僕は今まで4つぐらい映画作ってるからね、よし、樋口理論を広めるための映画作ろうって言い出して言ったと思ったんですよ。で、樋口さんにそういう映画作ろうよ、どうですかって言ったら、いいねって2つ返事で引き受けた。だけど原発だけの話だとなかなかね、樋口理論の話だけだと1時間半の尺をね全部使うわけにいかない。で、樋口理論ってそんなに難しくないから、樋口理論で1時間半もつなぐの大変なんですよ。でしかも脱原発の話だけじゃつまんない。脱原発した後どうすんの、自然エネルギーしかないでしょうという、そういう話に持っていくには、じゃあ樋口理論の話と、じゃあ自然エネルギーの話を組み合わせよう、そうすると原発止めて自然エネルギーっていう、こうちゃんと筋道が分かるじゃないですか。それで、僕は小原博康さんっていう10代の僕の映画をずっと影の監督やってくれてた人なんだけど、その人と話したら、そうだ、自然エネルギーと組み合わせよう、自然エネルギーの中でも特に面白いのは福島で近藤圭さんという人がやってる営農型発電、要するに、畑をやりながらその上で、発電をするという営農型発電、これが日本で一番これから伸びていく、もしくは伸びていくべき発電方法だ、じゃあこれを取り上げようということで、
その2つを組み合わせてできたのが、今日の映画です。これね、皆さん、すっごい面白いですよ。もうぜひ期待してですね、居眠りしないで見てくださいね。それがお願い。それで、あと、原発の裁判について言うとですね、僕ら今、いろいろ、今、岸田政権が、バカみたいなね、原発振興策を、提起しようとしてますけど、裁判ではですね、僕らいい流れの中にあります。どういう流れかというと、東海第二原発では差し止めの判決を取りました。東海第二の判決の差し止めの理由は安全か危険か、たとえ安全と電力会社が言っても避難計画がちゃんとできてなければダメです。なぜならばどんな完全な技術でも絶対に事故がないっていうことは言い切れないんだから、いざ事故が起きた時にちゃんと逃げて住民が被爆し健康を害することはないんですっていうふうにはっきり避難計画が設定され実効性がなければ、そのことだけで原発を止めますっていう画期的な判決、それを僕らは2年前に取りました。それから泊原発では、北海道の泊原発では津波対策が全くできてない。他のところいくら安全だとかヘチマだとか言っても津波対策が全くまだ具体的に出来上がっていないようなところはダメですっていうことでポーンと勝ちました。それから今年の7月には私たちは東京電力福島原発事故、まさにあの事故の起こした張本人である勝俣、清水、武藤、武黒、この4人、4悪人ですよ。本当に国を滅ぼしかねない大事故を起こした4悪人に対して13兆3210億円の判決を取りました。これはですね、13兆円というのは世界記録ですよ。ギネスブックのね、13兆円というと国家予算の 30% ぐらいの重さですからね。で、これを取って、で、だから電力会社の役員は、いやー、原発ってのはおっかねえなと、事故を起こしたら俺たちの財産も俺たちの老後も全部パーだわという、そういうものすごい牽制力を持った判決を取りました。で、裁判の関係では僕らは押している。だけど政治的に言うと岸田政権がすとんきょなことを言ってますが、それは飯田さんからもこれから話があると思いますが、そんなにあんなに言ってる通りにはなりません。で、私たちが大事なのは常に原発は止めましょう、なくしましょう、そして自然エネルギーでいきましょうという世論を常に言い続けること、そして、国民や政治がそういうふうに向かっていくようにすることが大事なんだと。だからこそこういう集会が大事なんだ。こういう集会をし、ね、お互いに、なんていうのかな、あ、そうだよねって確信を持ちながら、また家に帰ったら話をし、友達とも話しし、そういうふうにして、じわ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 世論をこう半原発の方向に持っていく、これがですね、皆さんのできる最大の、半原発運動であり、半原発運動っていうのは、樋口さんが言ったように愛国運動ですからね、この国大事、この国大好き。だから汚さないで、ダメにしないでっていう運動なんですよ。これ、最も愛国的な運動です。だから僕もね、実は愛国、すごい愛国主義者で、もう日本のこと大好きで大好きで、この日本をこんな放射能で汚してどうするんだよっていう思いをですね、ぜひ皆さんと共有していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それで、じゃあそのエネルギーをどうする、つまり自然エネルギー、再生可能エネルギーに向かっていかなくちゃならない。で、太陽光とか風力とか水力とか、それからバイオマスですね。バイオマスってもう北からもそうですけども、エネルギーの海です。昔は薪と炭で十分やれてきた。で、今それだけじゃダメですけど、それを考えたらもうやる気になればやれるのに、なんでその国や私たちは行政も含めてそこへ向かわないのかということなんですが、で、まず再生可能エネルギーを使う、
だからその先に再生可能エネルギーの人たちがまた元気になるんです。だから電気が安ければいいっていう選択してたら、まあまた原発まったりか、まあそういうことになるっていう話なんですね。で、実はその選択で、その北方のこのコーパーイズ、政教さんが、理事長、吉川理事長は、こういう私たちが資材エネルギーをあの皆さんに使ってもらいたいと言ったら、分かったと、それじゃあ受けようじゃないかということです。かなりあの、高いわけじゃないんですけども、その選択をやっぱりそのコーパーイズが、会員5万4000人くらい今いらっしゃるそうです。どんどん今組合員が増えてるそうですね。で、そういう選択の中にか、まあ、その大きな決断だったと思うんです。私ども本当に感謝してるんですが、吉川さんの一言じゃなくてあのお時間を出しますのでお話しください。コーパーイズの吉川です。いつも参加しております。ありがとうございます。まあ、その前にあの今日当日資料の中で、A4 で横の、まあ、先ほどからあのお話しされている、まあ、岸田政権が進めようとしている、GX ですね、グリーントラストフォーメーションの中身です。であのこれあのぜひ読んでいただきたい。これ経産省の省委員会で の案で、これが、まあ、了解されて今これから、進められようとしている中で、再稼働の問題であったり、いわゆる、延長の問題ですね。もう本当に最大限どこまでいくんだろう。60年までは可能なわけですけれども、今のところね。ただ原発、事故後10年以上休んでいる原発もありますから、70年も可能だし、これからどんどん増えるということと、あと次世代の革新部の問題、これだって出来上がるのが2030年以降ですからね。今の CO2 削減には役に立たないというか、全然対応できてもないです。効率も悪いし、またあの、大手のところにね、税金をばらまくようなもんだろうというふうに思いますし、もっとひどいのはフルサーマルですよね。まあ、先ほどピーターの話にもありましたけれども、そういうのも全部含まれているので、ぜひこれあの、読んでいただいて怒りを、持っていただければ。で、裏の方に、実はあの私国会でも理事長ですけれども、県政協連の会長も応接かつているので、昨日あの理事会があって、やはりこのね今の計画そのものについてはもう許されないということで、岸田総理と西村大臣に、きちんとね、もっとちゃんと時間を取って国民的な議論を、ね、あの原発反対っていうことはこうにじませながら、ちゃんともっと主義しろというふうなあの抗議文を出し、あの今日出しましたということはまず。で、先ほどあの、まあ、山本会長の方から、なんであのコープアイズで、アイズエナジーから購入することにしたなったのかっていうのは、あの3つあります。理由とすると、一つはやはりこの地球温暖化の中で、やっぱ CO2 削減っていうのはいろんな意味で大事なんですね。で、政教としても、2050年までは、2012年対比で、95% まで減らそう、まあ、2030年までで 50% 減らすというふうに掲げていますけれども、まあ、それが一つです。で、それをやはり次にね、このまま本当に言ったら地球そのものが、いつまであるかわからないぐらいの状況で悲鳴を上げているわけですから、子どもたちにきちんとね、やはり今のこれ以上悪くならない地球を渡すっていうのが一つです。それとあと、原発に代わる再生エネルギーっていうかね、あの原発も CO2 削減になるっていうふうにね、あの言ってますけれども、どうもそれでは納得いきません。気分的には、ね、あのそんなはずないだろうというふうにこう思うんですけども、政府はそうです。原発は CO2 出さないという、そうではなくて、本当の自然エネルギーということでいうと、やっぱり水力であったり風力であったり地熱であったりバイオマスであったりというふうになるので、まあ、その自然エネルギーを使っていきましょうっていうふうにして、何がいいかなっていうふうに思った時に、まあ、地元に会津電力があってっ
で、愛知電力の設立の時に、まあ、出資金ということで、まあ、その時は売電の、いわゆる小売の免許をまだ持ってませんでしたけれども、まあ、とにかく、自然エネルギーを発電してほしいというような思いも込めて、出資をして、わずかですけれども、ね、生協なのでなかなか他のところに出資をするというのは、結構厳しいところもあるんですけども、出資をして。で、もう一つ一番大事なのは、やはり前々から佐藤会長が言っているように、会津地域は会津だとね、会津で使われる電力を会津地域で全部賄えるんだということであれば、やっぱり地元の、電力、地産地消ではないですけれども、まあ、それをなんとか使えないか。で、日本生協連という全国の、連合会があるんですけれども、そこでは地球クラブっていうのがあって、生協連として、電力発電、売電する会社があります。で、もちろん東北の、多くの生協がそこから買っていますけれども、まあ、うちも、地球クラブの電力使わないかっていうお誘いは当然ありましたけれども、まあ、会津電力があるので、今免許は持ってないけれども、そのうち必ず、小売の免許を取るので、それまで待ってほしいということで、ようやく、去年の11月に、小売の免許を取ったので、まあ、そこからじゃあ最初は半分半分にしようかなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、11月頃ちょうどいわゆる、いろんな意味で物価の入ってますかね、ウクライナのあれもあったりして相当、電力が逼迫しているということで東北電力さんから、いわゆる、長期割引もないよで、上がりますよ来年はということもあったので、まあ、どうせならね、同じ価格であれば、地元の地産地消のエネルギーを、使おうということでただ会津エナジーさんはっていうか会津電力さんはうちですと相当年間ですると5キロワット数高圧使うのでちょっと全部は賄えないということで、生活クラブエナジー生活クラブさんでやってる電力会社があって、まあ、そこと連携をして使うというふうには、まあ、共同組合間連携の中で、実現した部分もございます。まあ、そういう意味で、今今年の4月からですかね、切り替えて、まもなく1年経ちますけれども、ある意味別に東北電力さんから買っても、同じことなんですけれども、電気料金が非常に上がっています。ですから、今思うのは、今の電気料金の仕組みっていうんですかね、そこを変えないと、ある意味地産地消という意味でも、再エネ賦課金と燃料調整費がどんどんどんここだけ上がっていくんですね。これはどうしようもないというか今の仕組みの中ではそうするとここは会津エナジーさんを素通りしていくんです。で、再エネ賦課金は一部はねいわゆる再エネを発電する会津電力さんの方に少しは戻ってくる部分あるんですけれども地産地消って本当にうちでいうと多分今年年間で2億9000万ぐらい3億近く電気料かかります。今までは2億ぐらいでしたけどそのぐらい上がっています。であんまり会津エナジーさんの経営にもそんなにプラスにはそこの部分だけ見ればならないということなのでやはりこの今の電気料金の仕組みを変えないと。ですから皆さんも多分今日はそれこそ先入観を持つなっていうふうに樋口さん言ってますけれども私は意識の高い人がいるので会津エナジーだとかあるいは他のね自然再生エネルギーの電力を使われている方多いとは思いますけれどもやっぱり自分が電力を切り替えるっていう時になった時に意識だけではね結構ハードルがあるのはいわゆる電気料金がどうなるんだろうっていうのはあると思うのでやっぱし電気を発電する企業さんあたりにはいろんな補助金もあったりするんですけども使う方は上がるだけになっているのでやっぱ再生エネルギーを使っている家庭あるいは事業者のところについてはね再エネルギー課金を、取らないだとかなんかそういうふうなことをセットにするような形を政治的にやっていかないとやってほしいなっていうのが一消費者あるいは一事業者としての率直な意見です。
ありがとうございました。全体を通じれば、この会津というエリアだけで言えば、今、日本の人口1億1000万いるんですけど、大体今、東京、首都圏ですね、東京を中心に、千葉、埼玉、神奈川、周辺にですね、もう6000万人以上住んでる、半分、日本の人口の半分が住んでるわけです。で、首都圏って、特に東京だけを言えば、エネルギー自給率 0.何%ですか、0.0何%。それで、エネルギーも、食料自給率も 0.0何%ですね。千葉、埼玉、神奈川になると多少ありますけど、でも、ほとんどが人を、もうエネルギーも水も、食料もみんなこの地方から行って、それで首都圏で成り立ってるという。で、私たちのこの会津の水、水力だけ考えても、猪苗代湖があって、大川があり、只見川があり、北の方からも来る、それから田之倉ダムって日本天然開発、J-PAN が作った大きな水がめがある。それで言うと、簡単に言うと1万%以上の自給率があるんですね。今日本の食料自給率全体で 37%、エネルギー自給率が 9% ですから、まあ、今回ウクライナで大騒ぎになったように何かあるとみんな止まっちゃう。でもこの会津、まあ会津だけが良ければいいっていう話じゃないんですけど、会津は実は水も食料もエネルギーもこぼれることがあるんです、本当に。だからまず会津は自分たちのところで作ったものを自分たちで使えばいいんですが、そういう意味でいうこれから の, そのエネルギーの形をどうしたらいいか、まあ都市と地方、本当に首都圏に人が集まっちゃったっていう、これだって首都圏コロナやそれから今回の戦争の問題、いろんなもの危ないことが直下型の地震もあればっていうことを考えたら、こんな構造にしていいのかっていうことを考えるんですけど、飯田さんその辺と未来のエネルギーに対して、未来のエネルギーってこれからエネルギー政策をどう、今ちょっと我慢するしかないんだと僕は思うんですけど、原発いらない。はい。じゃあそちらから先に話をすると、今年の7月にですね、まあ、画期的なレポートが出てですね、世界は2050年かそれよりももっと早い段階で自然エネ 100% に、できる。で、まあ、今地球温暖化で世界が目標としているのは産業革命前よりも地球の平均気温を 1.5 度し、もうすでに 1.1 度上がってるんですけど、残り 0.4 度しかないんですが、それにも間に合う可能性があるというのが科学者のコンセンサスになったという画期的なレポート で、河合先生と5年前に日本と再生っていう映画を作って、あの映画はあの時点っていうか今でもですね画期的なんですが、そのでもこの自然エネルギーの世界は1年前は考古学って言われるほどにどんどん進化するんですね。で、そのまず2050年かそれよりももっと早い段階で、しかも最も経済的に自然 100% ができるというふうに世界のちゃんとした、まあ、日本の雇用学者を除いてちゃんとした科学者はもうそういうふうな常識に到達したというのは、電気だけじゃなくて全てのエネルギー、鉄を作るとか自動車、全てのエネルギーを全て自然エネルギーに変えることが可能だし、今その数勢で進んでいる。でその中心は何かというと太陽光と風力、圧倒的に太陽光と風力で、日本でも環境省が出しているデータを見ても、日本のちゃんと建物とか空き地とか、まあ、あと特に農地ですねとかを使うと日本の総電力量の3倍は太陽光を作ることができる。で それで今回の映画のテーマの営農型っていうのが出てくるんですけど、そのうち農地が圧倒的に多いんです、ポテンシャルとして。であとは風力です。で今度会津電力の風力を川内村の方で作られますが、陸上風力だけで日本の総電力がカバーできるし、あとは海の上の風力、それでさらにプラス3倍ぐらいできる。だからこの農地を使った太陽光と、あと建物はもちろんそうです、
東京都と川崎市が太陽光の義務付け条例を、東京都はもう今週条例が可決をして、川崎市は多分来春ぐらいだと思いますけども、全ての建物に太陽光をつけて、これで大体日本の電力の4分の1から3分の1がカバーできます。ということをやることによって、日本も十分に自然 100% はできるし、それから太陽光は過去10年で10分の1のコストになって、これからも下がり続ける。で、しかも今や一番安いエネルギー源だと。そして風力は過去10年で10分の3、7割コストが下がって、太陽光に次ぐ安いエネルギーになって、洋上風力は今、やっぱり10年で10分の3ぐらいまで下がって、もうすぐ化石燃料よりも安くなるというペースで、どん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 コストが下がってきていて、でさらに蓄電池です。電気自動車が爆発的にも普及し始めているので、リチウムイオン電池は過去30年で30分の1、過去10年で10分の1という太陽光と同じペースでコストが下がってきていますので、この中心中の中心は太陽光と風力と蓄電池で、まあ、10年ぐらいすると太陽光と風力で作った電気から作った水素というのもやがては形になってきますけども、とにかくもうそのすごいペースで進化が進んでいて、あと世界の電力の10年前は世界の電力の風力発電が 1%、 太陽光が 0.1% で合わせて 1.1% しか供給してなかったんですが、去年世界の風力の 6.4% が風力で 4% が太陽光で合わせて 10% を超えたんですね。で、今年世界の電力のが大体原発が 10% なんですが、ついに太陽光プラス風力が原発を追い抜いて、で太陽光と風力が倍倍ゲームで増えているので、もう原発は逆にもう減っていってますから、もう世界的にも圧倒的な差がついていると。ただ日本だけがその調子が外れていて、でドイツはウクライナ侵攻を見て、でしかも天然ガスを自ら止めて、で、まあ、短期的には LNG にも変えるんですが、ドイツは3倍速で再エネを進めるということでですね、今ドイツは、去年が 46% かな、ドイツはですね、1990年にはわずかに 3% で、日本はその時 10% だったんですが、それが2000年に固定価格買取制度を入れた時には 4% で、2020年までに 20% にするっていうのが目標だったのが倍の 40% になって、でこれを2030年までに 80%、 2035年までに 100% まず電力を再エネにすると。で日本は全然それがほとんど増えてなくてですね、ようやく今太陽光を中心に 20% まで到達したんですが、今全方位で再エネ潰し、電力市場も再エネには非常に厳しいし、国の政策も太陽光と風力は非常に厳しいということで、日本だけがなんていうか、ウサギとカメのですね、サボっているカメみたいな感じに今なっているような状況でですね、本当にここはであるがゆえに地域から成功例とか実践例を作っていくしかないんですね。まあ、実際に今アイズエナジーとか電気の売電を始めたから国の電力市場がおかしい、先ほどおっしゃったアイズコープアイズ言われた通りですね、実践することでおかしいことが見えてる、本当にいろんな悪さがですね、電力会社と国の中でもう落とし穴とか悪さがいっぱいあって、本当に既存の大手電力に有利なように有利なようにいろんなものが作られています。でそこを見直していかなきゃいけない。でもっと歴史的に言うと昔100年前にテスラとそれからエジソンが直流か交流かっていう論争をして、技術的には交流のテスラが勝ったんですが、エジソンの弟子のインソルという人がその今の垂直統合地域独占モデルを作ったんですね。でそれは未だに事実上崩れてないんです。でこれがですね、屋根に太陽光をつけて蓄電池を置いて自立をしていくと、これがどんどんこれから壊れていきます。
しかも双方向になっていきます。で、今の世の中で合法的なもので自分で作って隣の人に売れないものって2つしかないんです。一つは大和川酒造のお酒、黒は免許を取ってるから売れるんですけど、我々勝手に作って隣に売ったらですね、捕まっちゃう、お縄ちょうだいです。もう一個は電気なんです。電気隣に売ったらですね、違法なんです。で、まあ、お酒は仕方がないとしてもですね、これ大蔵省じゃないや、財務省が目を引かれてるからしょうがないとして、電気ぐらいは自由にやり取りできる、そういうあの時代、これもですね、本当に1世紀単位のエジソンの弟子のインソルの時代からの独占モデルなので、技術的にも分散型に、しかも双方向に、そして経済的にも自由にやり取りできるということを自分たちが作っていくことによって、今のあのもう世界的にもこの独占モデルもあれだし、日本はさらにあの上からですね、かぶさって電力が未だに事実上支配している市場をやっぱ下からぶち上げて、ぶち破っていくしかないためには、一人一人がそれを実践して新しいモデルを作っていくということが必要だというふうに思います。ありがとうございました。で、あの河合先生とそれから樋口先生にお聞きしたいんですけど、その電力会社がまあほぼ独占の状態ですよね。あの要するに2016年にあの自由化、電気は誰が作ってもいい、誰が送電して配電してもいい、誰が交流をしてもいい、つまり、製造技術販売って全部自由化になったんですが、まあしかしあの送電線もはまだまだあのまああのいわゆる独占されたような状態で、これがあの公正取引委員会といいますか、もうこれはもう少し民間が入れて、そして民間というよりも地域地域が水がそうであるように自分たちの水道水は自分たちの水源からやって、で自分たち自治体も一緒になって、自治体がこう皆さんに安全な線を届ける、電気も自分たちが地元で作って地元に届ける、でこういうふうに早くならないかと思うんですが、この辺の電力会社の独占状態をどういうふうなふうに捉えたらいいのか、あの河合先生と樋口先生からそれぞれコメントをいただければ。ですね、あの日本の電力会社っていうのはね、あの戦後重電力に分割されたわけですよね。でその地域の電力はあのその例えば東京でいう、まあ一番分かりやすい北海道でいうと北海道電力が全部抑えてる。で、あの北海道に住んでる人は全部 北海道電、北電から電力を買わなきゃいけない。これ地域独占ですよね。で、それがあのある意味では掌握の根源なんです。で、完全に抑えて、いる。でそれだと自由競争にならないから、あのお互い電力を少しでも安くしよう、それからいいサービスをしようという自由競争原理が全く働かないので、電力改革で一応そういうのはあの地域独占はなしだよと。例えば北海道電力は九州電力の地域に殴り込んでもいいよと。もっと現実的に言うと関西電力のエリアに九州電力や中部電力が殴り込みをかけて競争していいよっていう、そういうルールにしたわけですよね。で電力会社の連中はそれをものすごく嫌ったんです。あ、もっと自由競争で業績が伸ばせる、よし頑張ろうっていう意味で全然ないんですよ。いやー嫌だなーと、今まで競争しないで寝ててもお客さんが電力買ってくれたのに困ったなーって、彼らどうしたかっていうと、お互いの領分は犯し合うのをやめようなっていう、そういうのをカルテルって言うんですけどね、カルテルを結んだんですよ。でそれを嗅ぎつけた、あのでそのカルテルはね、今回でいうとどこがやったかというと、関西電力が中心、関西電力が温度をとって、中有力電力会社である中部電力と、それから九州電力と中国電力を引っ張り込んでカルテルを作った。要するにお互いの領分あのおかしっこなしなっていうのを作ったわけです、ね、でそれからが面白いですよ。公正取引委員会が
内部通報によって要するに密告があったから、それを調査し始めた。あ、やってるな。でカルテルっていうのはやっちゃいけないんです。これ犯罪でもあるし、それからすごい課徴金っていう罰金が来るんですね。で、公正取引委員会が動き出した。でどん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 捜査が進んで、ね、でいよいよやばいっていうことになったと。関西電力はどうしたと思います？すいません、私かあのカルテルやってました、ごめんなさいってね、公正取引委員会に自首したの。なぜ自首したかっていうとね、公正取引独禁法でこういうルールがあるんです。カルテルとかそういう悪いことしてもバレないうちに、自白して自首したやつには課徴金はゼロにしてやるよっていう制度があるんです、ね、はい、要するに悪いことやってごめんなさいって一番初めに言ってきたやつは課徴金ゼロだっていうルールがある。で2番目にごめんなさいって言ってきたところには課徴金が30% とかかな、でちょっと率を忘れちゃう。で3番目は1割だけカットしてやるって、要するに早く名乗り上げてきたやつはうんと勘弁してやるって、これ司法取引みたいなもんですよね。でなんと関西電力はですね、自分で仕掛けてね、で、おいこれでお互いおかしくなしだぞって言って温度取ってたくせに、一番初めにリーニエンシーって言ってごめんなさいって自首したわけ。そしたら他の電力会社はものすごく怒って、お前がを信用してカルテル組んだのに、お前が一番初めに自首して出るとは何事だって今揉めてるんですけど、独禁公正取引委員会はそれにお構いなく、多分来年の今もさらに調査が進む、捜査が進んでるんですけど、来年の3月頃に1000億、すごいでしょ、1000億ってね、今まで史上最大の課徴金だから、公正取引委員会なんかは本当に真面目にこう競争しろよって言うか、公正取引委員会ってのは自由競争促進協会みたいなもんですからね、自由競争をね、妨害するやつには課徴金かけたり罰金、刑罰かけたりするんですよ。でだから電力会社ってのは本当にね、骨の髄まで腐ってるってところあるんです。要するに独占の利益をなんとか確保したい。で、そういうことで、でも自由経済と真正面から衝突するようなそういう悪いことをやってバレた。で今の佐藤さんの質問について言うと、だから本当の意味で自由競争させて、で、なんていうのかな、民間会社がどんどん電力事業に参入できて、そしてそれも系統連携で法外なお金払わされたり、そういうことがないようにする、そういう社会にするには容易なことじゃないんです。だけど僕ははっきり言って、この今度の課徴金のことで徹底的に電力会社の役員の責任を追及してする裁判を起こします。で、徹底的に追及して、やっぱりそんなもう自由競争、特に電力自由化に反対するようなことをやると自分の個人の財産までなくなっちゃうなっていうぐらいまで追い込んで、電力会社をガタガタにして、ね、奥歯ガタガタ言わせて、それで本当にもう民間の人みんな自由競争しようね、僕たちも頑張るけど一緒に頑張ろう、で電力を安くして、しかも安定供給して、しかも CO2 出さないで原発やめて、ね、みんなで、一緒に競争しながらやろうねっていう社会を作るためには本当にもう一回戦いを組まなきゃダメだな、でその目はあるというふうに思ってます。で愛知電力で作って愛知電力で売れるような社会がいずれ来るんじゃないかというふうに思っています。河合さんと樋口さん組むと最強の2人ってなんかどっかのタイトルがありそうです。樋口さん、裁判長、一つ最後締めていただければ。井田さんが言われたようにね、よく自然エネルギーとこういう核エネルギー原発とはもうすでに勝負がついてるんですよ。長い目で見たら絶対に原発はね滅びいくんですよ。けどその滅びいく前に
もう一回事故を起こしたら、すべてが失われるんですよ。日本から大事なものはね、未来が失われるかもわからない。私は判決を書いたときに、同期の人から、同期の弁護士から、歴史に残る判決になったねって言われたんだけど、私は自分の名を歴史に残すために判決書いたんじゃなくて、歴史を残すために書いたんですから。そういう思いは今も熱く持ってます。私も70になったんですけどね、70になって幸せだなと思うのは、自分がやるべきことがあると、厳然としてあると、やりたいことがあることも幸せなんだけど、やるべきことがあるということはもうとっても幸せだと思っております。だからなんとか原発をなくしましょう。皆さんご協力お願いします。ありがとうございました。一応時間を予定通り、今樋口さんが最後パッと止めていただいたって予定通り、これで終わって映画に入りたいと思います。今日は本当に皆さん、お出かけいただいてありがとうございます。今日これから皆さんお忙しいところ来ていただいたんで、私たちはちょっと席を設けて、さっき酒は財務省のこれ免許ですね、勝手に作って勝手に売ると酒税法違反で、まあこれ青少年のこともあって、昔アルカポネってなんていうか、アメリカでですね、酒税大変なその密造酒でもってもう世の中混乱したこと、そのためにコントロールされてるんで、ちょっと電気とは違うんですけど飲み過ぎないように、こんなことに、はい、はい、あ、どうぞ、はい、これから見る映画ね、すっごい面白くて、すっごいためになって、すっごいね、元気が湧いてくる映画です。それで、皆さんにお願いは、今日見たら、あ、これ自分の地域で自主上映してもいいなと思ったら、ぜひ私のところに申し込んでください。1回5万円で自主上映できますから、ぜひですね、50人100人集めて、自主上映してください。でそのことがやっぱり反原発運動、そして自然エネルギー推進運動になりますので、今日ここで見ていただくのはもちろんすごく嬉しいですけど、皆さん、ぜひですね、来年から一斉に自主上映運動が始まりますので、ご協力をお願いできたらと思います。ありがとうございます。はい、それでは今日本当にお忙しいところ、わざわざ来た方までおいでいただいた4人の先生方にもう一度拍手をいただいて、これで終了させていただきます。ありがとうございました。